Local Radio, Local Music。 いやね、今週も手貸し1週間でございます。いやもうね、本当にもう手貸しネタもいいんですけども、いろいろ暴れまくってるんですよ、あいつ。なんでね、ちょっと多めに触れていきたいと思います。先週ね、コダックブラックが移動先の刑務所でもいじめられてるっていうね、話をしたと思うんですけど、やっぱり、ね、その本当だったみたいで、今コダックブラックのその弁護士がね、頑張って彼を非難させるようにね、いろいろ動いてるみたいです。なんでこんなコダックブラックいろんなところ行ってもうね、どこでもいじめられるんですかね。もしかしたら監修のことをバチバチに煽ってるか、まあ、監修がね、グルになってどこに行ってもね、いじめるようなね、そういうシステムなのかっていうね、まあ、感じなんですかね。まあ、いずれにしろね、無事にちょっと安全な場所にね、避難しても欲しいと思うんですけど、まあ、本当はどっちが犯罪者か分かんないですよね、この状況。はい、まあ、そんな感じです。では、最初のニュース。まあ、この前ね、柴田動画でもね、ちょっと話したんですけど、リッツ・ザ・キッドがね、ジュエリーの代金2500万円の未払いでね、訴えられました。まあ、さらっとおさらいすると、ビバリーヒルズにその有名人御用達のね、超高級ジュエリーショップがあるんですけど、まあ、そこの店長から2500万円払えってね、その滞納してるぞっていうことをね、言われて、その訴えられたんですけど、まあ、リッツ・ザ・キッドはそれに対して、いや、俺そこで買ったことないしみたいな弁明をしてるわけですよ。でなんですけど、この店長とね、なんか仲良さそうに写ってる写真が何枚かあるんで、いや買ってないわけはないと思うんですよね。まあ、ただメンツのためにそのね、その表ではこう言わせてくださいみたいな、でもちゃんと裏ではそのああはい払いますっていうね、その感じ繋がってると思うんですけど、まあ、極めつけにはね、そのちょっと前のニュースでその2500万円のすげえでかいテレビ買ってるんですよ、こいつ。だから完全にこのね、代金のために取っておいた2500万円をそのうっかりねテレビ用に使っちゃったんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、詳しくはね、その柴田動画前上げたんで、その救いたいね、そっちでいろいろ話してるんで、そっち見てみてください。でこの一連のね、こういう苦しいリッチ・ザ・キッドの言い訳に対して、横からね、テカシがてんてんてんってコメントして、ちょっとちょっかい出してくるっていうね、はい、そういうことがありました。あ、では次、あ、では早速テカシのニュースです。テカシのね、住所が今週ね、もう2回バレました。はい、あのね、見事復活して新曲ね、グーバのミュージックビデオも3日間でね、1億回再生突破したっていうことでね、今までのアリアナ・グランデとテイラー・スウィフトが持ってた記憶をね、抜いて史上最短でね、 YouTube 上で1億回再生稼いだっていうね、 US のアーティストとしてね、まあ、記録を打ち立てたわけなんですけど、まあ、そんなテカシさん、まあ、この前テカシがね、その家の前で撮った写真をインスタに上げてたんですけど、そのね、撮ってた時の一部始終をね、その近所の人にそのなんか SNS でそのバラされてたんですね。その住所付きで、しかもうわ手貸しここにいるわみたいな感じでね、まあ、バラしたんですよ。でこのバラした女の人に対して、ね、まあ、ある程度ね、結構炎上したんですよ。手貸しもそっとしといてやれよお前誰だよみたいな感じでね、まあ、ある程度ちゃんと叩かれたんですけど、まあ、同時に、まあ、手貸しはね、まあ、こうやってスニッチしまくったんだし、自業自得だろうってね、まあ、そういう声もありました。まあ、住所もバラされたんで、まあね、引っ越しを余儀なくされた手貸しくんなんですけど、なんとね、その移動先の住所もね、マジで一瞬で誰かによってバラされました。まあ、多分誰かつけてきたんでしょうね。いやマジで本当引っ越して本当1日2日ぐらいだったと思います。いやもうマジでかわいそう、まあ、なんですけど、まあ、さらにここからね、もう一つテカシ君ね、悲劇がありまして、テカシがね、その看護師が大変なのは今わかってると、まあ、でも子供たちも将来を引っ張るためにね、大切なその人材なんだから、まあ、ちゃんと支援してあげようっていうことで、子供支援団体に2200万円をね、寄付するってその表明をしたんですよ、インスタでね。そしたらね、その寄付先のチャリティー団体から、いやあなたのような人から金を受け取れませんってね拒否されました。そんなことあります？その寄付を断られるって、そんなことあるんですかね。なんかまあその団体はね、私たちにもその金を受け取る人を選ぶ権利があるみたいなね、そういうことを主張してるんですけど、まあ、テカシはね、それに対して、この団体は罪のない子供たちからその食料を奪った、なんてひどい奴らだっていうね、そういうコメントをしました。まあ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 、確かにこれむずいっすよね。この団体もね、長年のプライドがあるから、まあちゃんとね、受け取る人は選ぶっていうのもあるんですけど、まあこんな状況だから、まあそんなこと言ってらんないだろっていう、まあね、まあ考え方もできますよね。まあなんですけど、まあ結論言っていいですか？これテカシが悪いです。まあテカシがいい人だったら、すんなり寄付で受け取ってもらえたわけですから、はい、まあこれだけです。で、あとね、テカシネタ、もう本当にね、もうすいません、もう本当飽きたと思うんですけども、今週もう一個、もう手貸しが、ね、そのビルボードのランキングは操作されてる、もうその賄賂だみたいなね、そういうことを言ったんですよ。俺の新曲はね、そのランキング上位のやつらよりもその2倍は少なくとも再生されてるのに、このアリアナグランデとジャスティンビーバーのね、曲が5位から急に1位になったと、これはおかしいと、まあそういうことを言ったんですよ。でこの手貸しの発言をなんかね、いろんなね、音楽マガジンが取り上げて、まあ、結構騒ぎになってるんですけど、まあもちろんね、1位じゃないからってビルボードに記事つけんなっていうね、そういう声もあったんですけど、まあね、よく言ってくれたっていう声もね、同時に結構多かったんですよ。っていうのもね、ビルボードは昔からずっとね、そのレーベルの賄賂で動いてて、まあそのね、金出せばランキング上位に入れてもらえるっていうね、感じが結構長くからあったんですよ。まあまあ、ランキングトップにあれば、その売れてる感をね、演出できて、まあ結果みんな聞くわけじゃないですか。まあそうやってね、ビルボードは結構ずっと金稼いでたんですけど、まあそのバーコードリーダーができてから、その正式にね、そのスキャンして売り上げをちゃんと計算できるっていうことになってから、まあ一応ね、不正はなくなったとされてたんですよ。まあずっと昔の話なんですけどね。まあでも結局そのグラミー賞も不正があったわけでしょ。まあだからそのテカシの主張はね、これに関してはめちゃくちゃ俺賛同します。まあここ最近で一番いいスニッチです、これナイススニッチいや多分ね、本当にね、ビルボード操作されてると思いますよ。
このままね業界の闇を暴いてるキャラで言ってほしいですね。まあだんだんこのテカシ兄さんのねお気の毒ムードが漂ってきてると思いますので、まあちょっとね丸く収まってほしいなとは思います。まあ今週のテカシはね、そんな感じです。では次、ヒップホップ界の巨匠のねアンドレ・ハルデさんが亡くなってしまいました。まあこの人はねニューヨークのアップタウンレコードっていうのを創立した人で、まあそこからねプロデューサーのね、ディディ、まあ、パフダディとも言うんですけどを発掘して、彼がさらにビギーをね手掛けたことでそのねノートリアスビッグが、有名になるっていうねきっかけにもなったんですけど、でこのアンドレ・ハルデさんはそのね80年代中期ぐらいから、まあ、そのニューヨークのね根底を支えたすげえ重要なねっていう人物でした。まあなんですけど、まあ、今回ね心臓系のなんか病気だったらしくて、まだね59歳だったんですけど、まあ亡くなってしまいましたね。ごめんお願いします。あ、では新曲情報。リリュージがもう少ししたら新しいアルバムを出すよってね、そういうお知らせがありました。まあさすがにね、3年も空いてエターナルアテイクがやっと最近出たわけですから、まあその間にね、いろいろ曲はね、収録してただろうし、まあまあそれはそうだろうなっていう感じがあります。でもアルバム他にね、今年中にミックステープもう一つぐらい出ると思いますよ。あ、ではシングル、ミゴスの新曲。いや、これついにね、あのカルチャー2の時のね、ちょっとね、バチバチな感じのミゴスがね、戻ってきた感じがあって結構いいですね。まあそのね、カルチャーシリーズの最終章だと言われてるね、カルチャー3はこの夏に出るって言われてるんで、まあその中に収録されるんじゃないでしょうか。でこの前ねジョイナー・ルーカスが出したアルバムの中でねウィルっていうウィル・スミスのことを歌ったね曲があったんですけど、でそのミュージックビデオの中でもそのウィル・スミスが今まで出演してきた映画のねそのパロディをするっていうそのミュージックビデオがあったんですけど、まあそのミュージックビデオが公開されてウィル・スミスがねいつかコラボしようぜって言って、まあ、今回、ね、ついに念願のコラボが実現しました。まあもともとウィル・スミスはラッパー上がりですから、まあよかったらねこの曲聴いてみてください。でちょっとね R&B なんですけど、このダニエル・シーザー、この人はねマジで今の R&B 界のねカリスマです。マジで知らない人いたら本当に知っておいた方がいいです。昔の曲も結構ね全部聞いてみてください。知らないと損する人です、この人は。はい、断言できます。これでアルバム、ナブのねこの前出たアルバムのねデラックスバージョンが出ました。まあ、ジャケシャ可愛いですよね、これディズニーっぽくて。まあこれにはね最初の14曲がね新しく収録されてるんですけど、まあまたねこのどこにでもいるおじさんのクエボが参加してるのと、あとねヤングサグのレーブルに所属してるそのめちゃくちゃ頑張ってるね、リルデュークって人も参加しています。まあこの曲ねフリーサンタナって言うんですけど、まあこの曲はね実はねジュエルズサンタナって人が今ね銃刀法違反関係で捕まってて、まあその人を解放しろっていうねメッセージ性が込められています、このフリーサンタナには。個人的にはね新しく追加された中だとリラックスって曲がすげえ好きでしたね。だからまあ今週の目玉はねこのフューチャーとポロジーのアルバムですね。まあフューチャーのねこれはねマジでゲストが豪華すぎますよマジで。まあもう先に出てる曲を除くと、新しくねヤングサグ、トラビス、リルージ、ミークミルとかね、あと今お休みいただいてる NBA ヤングボーイも出てますね。まあ新しいことに挑戦しつつ、今までのファンにもちょっと忠実に行くために結構頑張ったでってことをねフューチャー言ってたんで、まあちょっとね聞いてみてください。で紹介したのはねこのダンテ・ヒッチコックっていう人。まあこの人ね今27歳でアトランタ出身らしいんですけど、すげえ独創的なんですよね。まあタイラザ・クリエイターとか JPEG マフィアあたりにね近いかもしれないです。でミゲルとこのね J コールのレーベルに所属してるセントビューティーって人のねこの曲マジで綺麗です。本当にもう綺麗って表現が多分一番合ってると思います。まあ聞いてるとすげえなんか優しさで包まれる感じみたいなねまあそんな感じの曲です。まあすげえこんなねふわっとした曲もあれば、逆にねその次の曲ギミオマネーって曲があるんですけども、これもなんかケツフリフリ系のね曲なんで、もうすげえイケイケなんですよ。このギャップですよね、すごい。まあ、10曲なんでちょうど聴きやすいし、もうねめちゃくちゃ面白いアルバムなんで、これは聴いてみてください。もう楽しいです。これで EP ミックステープ、ロイユッツ、この人はねカナダ出身でドレイクのねレーベルにも入ってるんですけど、まあ、結構定期的にビルボードにねランクインしてます。ちなみに高校でアメフトが超うまかったらしいですまあこの人ねスタイル的にはトリーレンズっていう感じなんですけども、声にねすげえ丸みがあってすごい聞きやすいですね。いやこの人ねマジで器用、歌うのもすげえうまいし、なおかつそのアトランタのねそのリル系のラッパーたちみたいなねすげえ細かいラップもするんですよ。まあ今のヒップホップシーンのいいとこ取りみたいなね感じの彼です。まあ、全体的にねすげえ聞きやすいんで、まあちょっとねこれも、いつ聞いてもいいと思います。で今週最後、ね、シェフ G、まあ、この人はねポップスモークを広めたニューヨークブルックリンドリルっていうね、まあ、ヒップホップのジャンルを、まあ、開拓した第一人者でもあるんですけど、まあ、ドリルって言ったら結構ダークなサウンドで、まあ、結構慣れないとね聞きづらいジャンルなんですけど、まあ、シェフ G はねそんな中で、ね、そのメインストリームのヒップホップとそのドリルのね間をすげえ掛け持つですげえ重要な役割をしていると思います、個人的にはね。まあ、ドリルの感じを残しながらギターの音とかね取り入れて、そのもっと聞きやすくしてね新しいオーディエンスを取り込もうとしてる感じ、まあ、なんとかこのニューヨークのねブルックリンドリルにも光をねまた当てようとね、すげえ試行錯誤してる気がしますね。ダークな音はなくしちゃいけないけど進化しなきゃって言ってね、そのプロデューサーとすげえいろいろ頑張ったんだろうなっていうね、はい、感じが伝わってきます。一旦ポップスも聞いてからこのシェフ G のね EP ちょっと聞いてみてください。まあ、多分言ってる意味わかると思います。いやマジでねニューヨーク今リル TJ も含めて若手すげえ頑張ってますよ。本当なんか母性感じるぐらいもうねこのシェフ G のこれはねもう母性アルバムです。はい、もう EP か、まあね再生してちょっとね応援してあげましょう。あではね今週はこんな感じです。いや皆さんちょっと聞いてください。もうねついにね皆さんのおかげでついにその収益化の申請がね出せることになりました。まあ、ここからねあの審査とかいろいろあるらしいんですけど、まあ、とりあえずね一定の基準はクリアして申請できるところまでが来ました。いやマジでありがたいです。でも皆さん聞いてください、まだ始まってないですから。
俺がやりたいことまだね一個もできてないですから実は。はい、まあ、楽しみにしてくれてみてください。もう全然喋れてないですけど、はい、まあちょっとねこれくらいのでかいやつがあるんで交互期待っていうことで、とりあえずね今週はこんな感じでありがとうございました。